カストロラボレーロドッグカオデカストロラボレーロは、ポルトガルのカストロラボレーロ村原産の森地区犬種で、ある。別名は、ラボレーロウォッチドッグ、ポジュギスキャトルドッグ、ベルジェールカストロラボレーロ。はっきりとした老いたちはわかっていないが、1800年代、ゴルニエストレラマウンテンドッグなどの森地区犬種が、元となって誕生したと言われている。主に牛を熊や、狼、 家畜泥棒から守るのに使われている。普段はおとなしいが、いざという時には相手と命をかけて勇敢に戦う。また、ある程度の牛の管理も行うことができ、言うことを聞かない牛を群れの中に戻すことができた。1900年代になると牛に危害を与える野獣の減少や、牧牛の減少などにより、仕事を失い、本種の数も減少していった。 中には捨てられてしまう犬もおり、野良化したラボレーロが人家に封をしたり、夜中に群れて、遠吠えをして、トラブルを起こすといった問題も発生した。しかし、これを憂慮した愛好家により保護活動が行われ、仕事を失ったラボレーロを牛会から譲り受けたり、野良化したものを保護することによって、問題を沈静化させることに成功した。また、失った作業犬としての仕事の代わりに、 小ドックとしてドックショーに出場させるという仕事が与えられた。結果、頭数と人気は少しずつだが回復してゆき、絶滅を免れることができた。近年は小ドックとしてだけでなく、本来の仕事である森区犬としての能力の優秀さが見直され、ポルトガル国内で広く再生期されるようになった。フシーにも公認犬種として登録され、 原産国外でも飼育が行われている。他犬種に比べるとその人気は低めであるが、原産国内での人気は根強く、多く飼育が行われている。筋肉質で引き締まった体つきをしている犬種である。森地区犬種であるが、他の同グループの犬種に比べると、かなりスリムな体格をしていることが一目でよくわかる。これは攻撃力よりも、俊足さを重視し、 より足の速い犬種にするために改良されたことに由来する。足はスラリと長く、グレーハウンドには及ばないものの、かなり走るのが速い。先細りのマズルを持ち、顎の力はやや強い。目は小さめで、瞳の色は琥珀色である。首は長く、細め。耳は垂れ耳、尾は飾り毛の少ない垂れを。コートは硬めのショートコートで、毛色はジェットブラック。 ブラックブリンドルの単色、あるいはそのいずれかに、ホワイトのパッチが入ったもの。対抗はオス55から60センチメートル、メス52から57センチメートルで、体重はオス30から40キログラム、メス20から30キログラムの大型犬。性格は温和で、従順、平和主義の心を持つが、元の仕事柄により警戒心が強く、いざという時には、勇敢になる。 しかし不審者を見つけるとすぐに攻撃するのではなく、まずは不思議な声で激しく吠え立てて威嚇を行う。この声はよく響き、低音から高音まで上げて出すなどと表現される。吠え立てても相手がおじけづいて逃げ出さない場合に限り、最終手段として攻撃を行う。見知らぬ人に対してはやはり警戒心が強いが、主人家族が仲良く接しているような人に対しては友好的である。 しつけの飲み込みは普通だが、敏感で状況判断力が優れている。性格が優しいため原産地などでは、ペットとしてもよく飼育されているが、運動量が非常に多く、吠え声がよく響くので都心での飼育には不向きである。ありがとうございます。